うん、極端でいいと思うよ。なんか、まあ自分は今ストラップつけてるから、すごい前に出せるけど、ストラップつけてこうやってやったら結構斜めに持っていけるから、そしたらそんな辛くないね。うん。お疲れ様です。今日は1月9日です。はい、オンラインレッスンやっていきます。今日はね、オンラインレッスンが終わったら、こちらでレッスンが1個あり、さらにオンラインがありって感じかな。おはようございます。あけましておめでとうございます。あれ？あ、これ、あけましておめでとうございますのやつだっけ？あ、そうだ。あけましておめでとうございます。あ、そっか、年末ギリギリにやってたんだっけ、確か。今年もよろしくお願いします。いかがお過ごしですか？フォームね。フォーム大事だよね。そうね、こっちにこうなるよね。でも実際なんだろうな、こっちに行くときはこうなってしょうがないと思うよ。常にこっちで弾いてるわけじゃないし、音色的にこっち側が欲しくて弾くこともあるから。まあでも大体この真ん中ら辺にいるかもね。なんかブリッジにちょうど少し触るぐらいの位置ぐらいにいるかもね。で、音色がもっとこっちの音が欲しいとか、もっとこっちのチャキチャキの方が欲しいとか、自分は結構音色で使い分けてるというか。そうね、なんかここら辺がさ、こうすぐミュートがかかるし、ミュートかけてない時でもやっぱ上の弦は開放弦の音がこう自然に、のなんつうのね、ここ丸出しだとさ、なんかふわーんって言っちゃってるから、共鳴してる部分が。そういうのもカットしたいので、なんかこういう時じゃなくても上の弦はちょっとこの辺で殺してるよね。ギターとこう平行だと辛いのよ。このギターと体がこう平行に持っちゃうと、こっちが前に出されちゃうとね、右手辛いから、もう基本こう斜めだよね。そしたらさ、ここ右手こうなんつうの、肩も張らないし、これ肩痛いもんね。もう基本はこう斜めの状態で、いってる、45度ぐらいいってる。だから座って弾いてる時もそうだけど、手元見たいからこうボディがこうやって寝ちゃってると、ね、F とかやる時にすごいこんなんなって手首痛いなって感じになっちゃうけど、見えないけど、ね、基本は立ってないとね、このフレットボードはね。あ、いいんじゃない？それぐらいの位置。しっくりくるでしょ、でも。レッスンがちょっとだけ空きましたので、コンビニに行ってきます。今日も寒いで、この後戻ってオンラインレッスンもう1個やったら一応終わりなんで、動画の編集やっていきましょう。めちゃくちゃ寒い。はい、
本日のレッスンも終わりまして、Vlog もアップ終わりまして、なんか最近こんな流れが多いよね。絵が同じだよね。いや今日はね結構早い段階でレッスン終わってたんですよ。でその後打ち合わせが、まあ、あるっていうのは、まあ、決まってたんだけど、それがさ予定してたやつよりも大幅に長引いてしまいまして、でそこからその後 Vlog の編集とかやってたからさ、結局時間なくなっちゃったんだよね。もう10時です。はい、全然ご飯も食べてない。カレースープをお茶碗1杯分ぐらい食べたぐらいで、何も食べてないです。他全然時間なかった結局。寒い。もう今日はなんかコンビニで適当に、あ、おつまみ系でいこう。いつものウの花とかね。いやでもありがたいことにですね、オンラインレッスンの生徒さんが結構増えておりまして、結構忙しいですよ、こんな状況でも。はい、セブンイレブン買ってきましたって言っても、焼酎ハイボールウの花、こちらは全く同じもののように見えますけども、ぬか漬けとキムチ。お疲れ様でした。で、私は今明日の Vlog の準備をしております。明日がね日曜日ということで、レッスンもいっぱい入ってるし、ズーム朝練入っております。で今画面がちょっとね赤くなってますよね。これプロ棋士が見つかりませんということで、プロ棋士っていうのをね作っててるんですよ。まあ Vlog の中でね、しょっちゅうプロ棋士作ってるとかさ、なんか言ってたと思うんだけど、プロ棋士っていうのはこの撮影したデータの軽いバージョンみたいなやつを作り直して、で編集の時はその軽いデータでこう倍速にしたりとか、こう喋ってるところをこういろいろカットしたりとかさ、で Vlog をまず作って、フレームみたいなやつをね、で書き出す時に元のオリジナルのデータでその書き出しをしますっていう感じで、まあ作業時間をこうまあ短縮するというか、まあ軽く作業できるようにしましょうっていうのでプロ棋士を作ってってるんですね。でまあこのソニーのカメラも HD の設定で撮ってますし、まあ、キャノンの方も HD だしということで、まあ、HD であれば、まあ、全然この iMac じゃない、この Mac mini はね快適に作業できるんですけれども、 iPhone で撮ったものに関しては 4K で撮ってますんで、まあそんでも多分大丈夫だと思うんだけど、一応プロ棋士でやってます。はい。まあ iMac でやってたからさ、古いやつで。4K のこの iPhone で撮ったやつが仮に長く撮っちゃってるとかってなると、まあカクカクしちゃうんじゃないかなって、まあ iMac の時は全然ダメだったんだけどね。プロ棋士じゃないとそもそも。まあ Mac mini は大丈夫だろうっていうのはあるけどさ、一応です。はい。一応プロ棋士作るようにしてます。キムチうまい。一部プロ棋士できてきたね。ウの花おいしい。またウの花これ作ろうかな。前に1回だけ挑戦したんだよね。これセブンのなんだけど、こんなにやっぱ美味しく作れなかったんだよな。また挑戦したい。で気づけばですね、今日の Vlog って、195っていうのを作ったんだけど、シーズン3もう半分過ぎておりますね。365で終わるわけだから、もう半分過ぎちゃってんのね。いつの間にか。やばいですよこれ。シーズン3の中で、自分がこう達成したいなっていう目標っていくつかあってさ、例えばレッスン動画、前にペンタトニックの14日間でこうねマスターしようみたいな動画作ったんだけど、あれのトライアドのやつで、ケイジロのやつで、その2つにモードの内容も盛り込もうと思ってんだけど、そのレッスン動画ね、それもこうさシーズン3の間には作りたいなって思ってるし、で最近だったらこうノートの記事を書くとかね、はい、そういうのもやりたいんだけど、なかなか進まない。結局時間がないっていうことになっちゃうんだよね。まあ頑張っていきますよ。はい、シーズン3もね折り返し地点いつの間にか過ぎてたからさ。で Vlog のトータル1000回っていうタイミングもね、おそらく来るでしょ。まだ調べてないけど、1000回のタイミングとかはね、なんかお祝いしたいよね。
でもね、今緊急事態宣言ということで、お店は夜8時までとかですかね。8時にさ、居酒屋とか閉まってたらさ、もう Vlog 間に合ってないと思うよ、さすがに。8時じゃまだ Vlog の編集とか終わってないと思うわ。まあいけないけどね、どっちにしてもこのタイミングで。あ、そうそう、一個忘れてた。そのプロ機種の話で、今までは Apple ProRes っていう形式の、すごいマニアックな話だよね、その形式、コーデックかな、わかんないけど、まあ Apple ProRes っていうやつで作ってたんだけど、最近ね、このMac mini にしてから H264 っていう形式でプロ機種を作るっていうのを試しております。で、 H264 っていう形式はさ、あの最終的に自分がこう YouTube に上げるためのマスターデータを出すときは、こう書き出すときは H264 っていう形式を使ってるんだけど、よくわかんないです。あの早いのは間違いないんで、 Mac mini 自体がすごく早いからさ、あの H264 の恩恵かどうかっていうのがちょっと検証できてないんだけど、まあでも快適にやってはおりますよ。今日なんかもちょっと予定してたスケジュールと大幅に狂っちゃったから焦ってたんだけど、編集サクサクだったからね、意外と早く作れた。ちゃんとアップできてるよね。11時になるから、はい、大丈夫ですね、アップできてますね。というわけで今日はこの辺で終わりたいと思います。いつの間にか Vlog シーズン3は折り返し地点を過ぎておりまして、全然自分が目標としてることがね、進んでない。自分が悪いんだけど時間がない。でもね、一日一日時間見つけて進めていきます。はい、いろんな項目がねまだねあんのよ。それね、進めていかないとね。シーズン3で一旦 Vlog は終わりにしようかなって思ってるんで、わかんないけど、今のところは一旦そこでこう区切りをつけようかなって今のところは思ってるんで、シーズン3が終わるまでに決めてたことはさ、達成したいじゃん。で、禁煙もね今頑張っております。まあ頑張ってるっていうか普通に吸ってるんだけど、離煙パイプっていうやつ使ってね、でもう25番とかを今日使ってるんで、31本で終わりますから、もうかなりスカスカです。空気しか入ってきてないみたいな感じの、もうなんか雰囲気だけみたいな感じなんだけど、禁煙もね近々達成するんじゃないかなって思ってはいますけど、頑張っていきます。はい、というわけで今日はこの辺で終わりたいと思います。お疲れ様でした。また明日。